バカたれ、でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのに、もううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おお、ビルビルバー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ悪い。ああもううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああ、はいはい、終わり。よーし、ちくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ゆうた。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。あ、その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。清ちゃん、なんて言うとりました。それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです。俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方、ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じで、キヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何、自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合、最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがなことなわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろうが。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹の中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待ってつかさよ兄貴。なんだ。来い。うまそうだな。
いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。すまねえぞ。逃げ切れるつもりでいたんだろうがな。なめんだよ。ざまねえな、ジョー。おら、立て。きっちりけじめつけろ。え？あ、待て。ん？何見てんだ、おっさんよ。消えろ。何があったか知らねえが、もう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してりゃよかったのに。や、正気か。大丈夫かお前。ダメだおっさん。ん？逃げてくれ。こいつらはもう遅い。トロくせえ親父見てるとムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知るや。助かったよ。お前、立てるか。逃げてくれって言ったのにさ。すげえな、おっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ。ジャスティスの奴らここまでやるなんて。お前、こいつの仲間か。あ、はい。あの、ジョーさん助けてくれたんですよね。その、ありがとうございます。礼はいい。それより追っ手が来たら面倒だ。とりあえずこいつを移動させるぞ。はい。うちらがたまり場にしてる店があるんで、そこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。たく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います。ジョーさん、いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間、何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。そん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。
ジョーさんは東京まで行って名を上げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさんどうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と。ああ、会って少し話をした。そうか。その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確かレインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男。今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらって。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。え？分かった、やつらのところに案内しろ。今の状況分かってんだろ。奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセー基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、奴らは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセー基準で判断するのは俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセーこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。